も終盤になりましたが、私たちは労働組合、労働者の立場からこの労働者派遣法をはじめ労働者保護ルールの改悪を許せないという固い決意を確認するため、急遽院内集会を開催することになりました。短時間ではございますが、しっかりと思いを確かめ合う集会といたしたいと思います。まず本題の派遣法の改悪なんですが、まだ一言、そもそもこの法改正、私どもとしてはこんなものは必要ないと。そして数あるその先ほど触れました労働者保護ルール改悪の動きです。私の方からは一つだけ触れておきたいと思います。4月の22日にですね、産業競争力会議から出された、労働時間の考え方の問題ですね。新しいその労働時間にかかる働き方っていう、なんか A 案 B 案って出ています。で、 B 案はいわゆるホワイトカラーエグゼンプション的なものですね。このことでさえ私どもとしてはいかがなものかと、こういう思いを持ちながら、しかし今回出された内容でひどいのは A 案です。要するに、労使合意なり本人同意があれば、もう労働時間なんていうのはもう概念として持たなくていいんだということです。働く者一人一人の人生がですね、このままじゃおかしくなります。そして日本の経済全体もこのままではおかしくなると思います。どうかこの3時間の中ではありますけども、その思いを改めてお互いに確認し合う、そういった集会にしていきたいと思います。今回の派遣労働法の改正については全力で阻止をしなければならないと思います。これを通してしまったら本当に正社員から派遣労働に、こういう流れが強まり、人というものが、あるいは働くというものが本当に社会の中で小さな存在として捉えられてしまう可能性が強いわけです。大変お忙しい中、また緊急の招集にもかかりますです。大変たくさんの方にお集まりをいただきました。ありがとうございます。残念ながら今回の派遣法、このままいきますと生涯派遣で低賃金、これを合法化する機会の悪夢と言わざるを得ないというふうに考えております。この法案が成立いたしますと、せっかく民主党の政権下でですね、非正規労働者の雇用の安定と処遇の改善に向けてこの労働市場政策をですね、ずっと改善してきた流れがですね、止まってしまう、こういう恐れがあるわけであります。今回の改正法が成立しますと、今働いている労働者だけじゃなくて私たちの子どもの世代、この将来の雇用が大きく劣化してしまう。私たち連合は民主党の皆さんとしっかり連携を取らせていただきながら、この通常国会での派遣法の改悪を阻止する。労政審時給制度部会の委員として、昨年8月から派遣法改正について議論してきたものとして、今回の改正案について残念ながら労働側の意見は反映されておらず、このような改正を出さざるを得ないということはもう大変残念であり、自分としても自戒の念でありますけれども、しかしながら国会の場でこのような改正を決して行ってはならないというふうに決別に感じておりますので、皆様方のぜひ国会での審議をよろしくお願いしたいと思います。とにかく今回この法案を許してしまうと、一番打撃を被るのは若い世代です。これから高校大学を出た方々がもう派遣しか就職先がない、そんな一生低賃金派遣の社会を作ることが許されるのか。今こそ連合と私たち民主党が国民と連帯して戦う時だと思っておりますし、ここまでこの派遣法の審議入りを許すことをなく戦ってこられたのは他でもない連合の皆さんが、本当に何度にもわたって全国的な活動をして派遣を強行すると大変なことになるということを、国民の皆さん、マスコミの皆さん、そして与党に対してもしっかりプレッシャーをかけてこられた成果だというふうに思っております。残すところあと1ヶ月、何としても成立を阻止するために皆さんと共に戦ってまいります。共に頑張りましょう。ありがとうございます。労働者派遣法をはじめとする労働者保護ルールの改悪措置を受けて、団結して